三、はい、まほろば自然農園からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。今日のゲストは農業生産法人まほろば自然農園代表の宮下博子さんです。宮下博子です。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。中央区ですよ。盤渓のちょっと行った小別沢のところにこんな素敵な農園があるんですね。こちらは何年ぐらいになりますか？15年ぐらいです。15年ぐらい、はい、いやで、お野菜は何種類ぐらい育ててらっしゃるんですか？そうですね、100種類以上はあると思います。すごいですね、100種類のお野菜。年間通してですけど、年間通してね、はいはい、広さはどれぐらいあるんですか？8ヘクタールぐらいです。何人でやってるんですか、この畑は？社員が2人と、はい、私と、はい、それから、ボランティアさん。あ、ボランティアさんとかもいらっしゃるんですか？結構大勢来てくださってるのと、それから研修生の方がして、はいはい、もうねファンの方がたくさんこちらのお野菜、そしてもひろこさんのファンの方もたくさんいらっしゃるとお聞きしておりますが、ここで作られたお野菜は主にどういうところに行くんでしょうか？まほろばというあの自然食品店がありまして、はい、そこがあの元々の、そこの元々の直営農場としてまほろば自然農園が始まったんですけれども、はい、うん、あのほとんどそこに卸して、はい、で余ったものはそこからよその自然食品店とかレストランとか、うん、はい、あの引き合いのあるところに行っております、はいはい。そんなまほろば自然農園からお届けいたします。今日もひろこさんに3つのキーワードご用意いたしました。こちらです。じゃん、病気の問屋さんみたいだった。こっちの大根で試してみて。小国家民が理想郷。はい、こちらの3つのキーワードで伺ってまいります。じゃあまず1つ目なんですが、病気の問屋さんみたいだった。こちらのまほろば農園の大きな特徴として、無農薬でちょっと紹介していただいていいですか？はい、はい。まあ、あの無農薬で無化学肥料でやってるんですけれども、うん、はい、自家採取っていうのは、まあ、全国的にもあのなかなかあの少ないと思うんですけど、はい、あのほとんどのお野菜を自家採取でやっております。あとこのようにですね、もともとその野菜を自然に近い形でね、はい、昔ながらの農法で、はい、育てていきたいというふうに思ったのは、あのいつからなんですかって伺いましたら、結構 かなり早い段階から、うん、食べ物には興味を持たれたそうですね。まあ、中学校の1年生ぐらいの時に、盲腸の手術しまして、はい、それがきっかけでちょっともういろんなところが、うん、だんだん具合悪くなってきまして、はい、で、本当にあの非常に具合が悪くなって、うん、高校1年生の時には1年休学して、休学するぐらい、はい、でその時が、あの自然食というものに、はい、目覚めた、うん、あの初めての時だったんですけれども、当然子供の頃からいろいろ病院に行ったり、いろんな西洋医療も試し、はいはい、ね、あのね、いろんなこともしてたんだけれども、はい、中1のその盲腸の手術をきっかけに本当にね悪化しちゃって、どんな感じだったんですか？そうですね、もうあの胃下垂から内臓下垂全体、内臓下垂全体、はい、なって、はい、それからあの、経験腕症候群っていう、しびれちゃって、しびれてね、はい、半身がしびれる病気だとか、それから視神経炎、目の視神経が炎症がひどくて、はい、もう本も読めない感じで、そしてその視神経炎から、ノイローゼ見たくなったりとか、高校生でかわいそうにまだ若いね、はい、そうですね、もう元気だったら友達とわーわー遊んでそうな、はい、その年齢の時に本当に体調が悪くて学校も行けないぐらいになっちゃった。はい、はいはい、それで、まあ、1年休学してっていうことなんですけども、あのそれからですから、50年ぐらい
自然食やってることになりますかね。もうその高校生ぐらいの頃から、はい、そんなわけで自分の体調を良くするために健康になるためのね、はい、いろんな勉強をしてきたそうなんですね、はいはい、その中に食のこともあったんですか。はい、そうですね、はい、最初はマクロビオティックという桜沢先生の始められた、はい、自然食理論を学んで実践もしてやってたんですけれども、はいはい、まあ、自分にはちょっとあんまり合ってなかったせいか、うん、あまり熱心にやりすぎたせいもあるかもわからないんですけども、それで、いろんな、まあ、民間療法、それ以外の民間療法とか、はい、あと栄養学とか、うん、まあ、健康に関するありとあらゆることを、はい、自分なりに、はい、学んできたんですけれども、うんうん、それでもどん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 、はい、いい方に行ったならいいんですけど、だんだん追い詰められていろんな失敗もしたり、うん、病気も治らないばかりか、うん、ひろこさんね、うん、思い込んだら命がけなんです勉強してこれと思ったらもう一時まずは納得いくまでそれにとことん、うん、やってみる、はい、試してみるっていうことを、はい、もちろん自分の体調が悪いから、うん、そこをなんとか良くするためにということなんですけど、これはっていうものに出会えたらまずは一回とことんやってみるんですよね。はい、はい、そうですね、うん、もう自分がその勉強するだけじゃなくて、はい、もう実践もと一緒にやって、ですから極端な時は、うん、1日1食で生食で、しかも、うん、菜食で、菜食で一日一食で、はい、菜食の生のみ、はいはい、はですから主食も玄米の生で、玄米の生、はい、炊かないんですか。はい、うるかして、はい、2日ぐらいうるかして、はい、発芽しかかったところを食べる。硬くないですか。硬いですよ。硬いですね。でも1日一握りぐらいしか食べないのでよく噛んで、はい、そしてさらに調味料も使わない、無塩食で、はい、で使う調味料はちょっと少しお酢を自然のお酢を使いましたけど、それ以外は一切調味料も使わないっていう食事法を1年間ぐらい1年間そんなストイックな食事法を、もう思い込んだら命がけなので、それいくつぐらいの時ですか。それはですね、30結構も大人になってからですね、5歳ぐらいですね。あ、そうですか、はい、すごいですね、筋金入りでしょ半端ないんです。もうこれと思ったら、うん、まずはこうとことんなんですか、理論が納得いけたらよしこれはいけるという、そっちが最初でしょうかね。そしてこう食べて体調を見ながらって。そうですね、うん、最初の頃はそうでしたね、先に理論でしたね、はい、でそれを実践してみて、はい、でもやってもやってもなかなかうまくいかないっていうことが多かったんですけど、でも1日1食生食で、はい、菜食で、無塩、調味料なしでっていう生活をした時は、はい、かなり得るものはいっぱいありましたね。どんな風になるもんですか、1年そういう生活すると。そうですね、もう野生が目覚めてくるというか。野生が目覚める、ほう、はい、というか文化的なものが嫌になるというか田舎で生活したくなったりとか、ただ本能的なこう直感力というのはものすごく鋭くなりまして、なんかふっと動物的になるんです。雨が降るとかいう感じの何でもこう風が来るとかいう感じそういう時極端ですかね。いや自分の体に合うものと合わないものが、すごく直感的に分かるようになるとか、味覚とか嗅覚とか、はい、要するに本音、五感が鋭くなるんですね。それがまあ30代、その頃はまだ関西いらしたんですか。関西ご出身です。あ、そうですそうです、はいはい、でまあいろいろご結婚されて、はい、でご主人のお仕事のこととかいろいろあって、はい、体調のこととかあって、はい、北海道にいらして、はい、それでまあ北海道では、ますますですね、そのまあお野菜どういう食べ物がいいのかと、うん、体にいい食べ物を探して、はい、西へ東へ行かれるわけですよね、はいはい、
自分たちでお野菜も、はい、いいものがないかということで、はい、一生懸命探して、はい、今のマホロバの前身となるようなまずは自分たちで、はい、ご夫婦で、はい、日本全国のいいものを探して取り寄せてというところからやったんですけど、はいはい、取り寄せとなりますと結構ロットが大きかったそうですよ。やっぱりケース単位で何でも取り寄せなきゃいけないので、はい、自分たちだけではね、うん、ちょっと処理しきれないというか鮮度も落ちてしまいますので、そうですね、はい、それで、お友達とかご近所の方とかにも、はい、こう食べたいという方があれば、はい、お分けしてみたいなことを最初はやってたんですね。今のお店の前身となるスタイルは最初はご自身のために取り寄せてたのを、はい、ロットが大きかったので分けていた、はいはいね、そこからだんだん宅配になり、それからいろいろご縁があって店舗ができるわけですけれども、はいはい、じゃあそこまでのお話をちょっと伺っていきたいと思います。2つ目のキーワードです。